どうも、しんいちです。今日は 24SS ユニクロ U の購入品紹介をしていきたいと思います。本当はね、発売後すぐに購入品紹介の動画出そうと思ったんですけども、オンライン限定のサイズのものがかなり今回購入したアイテムの中で多くて、届いたのがすごく遅かったのでちょっと遅れてしまってはいるのですが、サイズ感もそうですし、購入したアイテムもかなりクオリティ高くて大変満足しておりますので、皆さんにね、27歳の社会人がユニクロ U 24SS 何を買ったのかというのをこの動画で紹介させていただきたいと思います。まず一つ目にご紹介させていただくのがこちらのニット T シャツでございます。カラーは09ブラックで、サイズ 2XL サイズ、価格は3990円でした。ニット T はね、ユニクロ U が毎年展開しているアイテムではあるんですけど、かなり人気で XL 以上のサイズとかって速乾してしまうんですよ。なので、僕買えずに今までいたんですけど、今回はね、オンラインで 2XL サイズ購入することができたので、よかったなと思っております。早速着ていきましょうか。はい、着用いたしました。いかがでしょうか。最初に言っておくと、このニット T がですね、今回購入したアイテムの中で一番良かったです。こちらのニット T は 52% コットンで 48% ポリエステルの混合素材となっております。非常にね、肉厚で高級感がありつつ、かなりね、シャリ感の強い素材となっておりますので、初夏くらいまではね、多分着れるかなと思います。結構ね、こう肌についても、今ね、中に何も着ずに着用してるんですけど、サラサラした肌触りなんですよね。ニット T って結構綺麗め見えしやすいアイテムだと思うんですけど、このニット T は柔らかいというよりも結構ね、硬めの素材なので、どちらかというとカジュアルに寄っているようなニット T となっております。普通のニット T だったら、こう柔らかくて体に沿うようなね、感じになると思うんですけど、このニット T はかなりね、硬い素材ですので型崩れしないんですよ。なので、こう体に沿わずに、こうニット T のね、この形がね、崩れないので、体型もカバーできますし、着用してもね、 T シャツの形が崩れないのが最高にかっこいいです。夏っていうとコットン素材の T シャツとか着がちだと思うんですよ。でそれってみんな着てるじゃないですか、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツとかね。ただね、やっぱりみんなね、コットン素材の T シャツっていうのは着ているので、あえてこれをニット T にすることによって周りとの差別化も図れますし、大人っぽく見えるんですよね。今回のユニクロ U 24SS のね、コレクションを購入するにあたって僕が意識したことはですね、自分の持っているアイテムとどう合わせるかというところなんですよね。僕は結構夏はですね、オーラリーの、太めのチノパンとか、レングスの長めのちょっとオーバーサイジングなデニムとか履きますし、あとは、過去にラインナップされていたユニクロ U のトップスとかパンツとかと合わせるってことを意識して購入させていただいたのですが、その上でね、合わせやすいのがこの 2XL サイズのニット T だと思ったんですよね。僕がね、身長183センチ、体重72キロのやや細身体型で、こちら 2XL サイズ着用しているんですけど、今ね、ちょっと見えないんですけど、オーラリーのかなり太めのチノパンと合わせているんですよ。この 2XL サイズのニットは、今履いてるオーラリーのかなり太めのチノパンであったりとか、あとはこう、レングスの長めのね、こちらの発色の綺麗なブルーのデニムとかと合わせたいなと思って、で下がパンツがオーバーサイズで、上もこうオーバーサイズということで、こうどこかこうゆるっとしたようなシルエットとこうこなれた感じのね、サイジングでいきたいなと思って 2XL サイズを購入させていただいたんですが、もうね、めちゃくちゃかっこいいです。 2XL サイズで身幅が広いですから、触れる面積が少なくって、夏はね、快適に過ごせるかと思います。で実はですね、このニット TXL サイズも購入させていただきましたので、今からこちらも着用してみたいと思います。はい、着用いたしました。いかがでしょうか。こちらの XL サイズになるとですね、ジャストからやや少しゆったりめくらいで着用できるんですよ。なので、これはどちらかというとガツンと太いパンツと合わせるというよりは、今 23AW のユニクロ U のワイドフィットチノと合わせてるんですけど、
これからちょっとジャスト寄りのねパンツと合わせたりとかして、先ほどよりももっと大人っぽく着たいなと思って XL サイズを購入させていただきました。毎回思うんですけど、僕マイサイズは L サイズなんですけど、ユニクロ U のニットティーってちょっとね作りが小さめなんですよ。で、店頭には L サイズまでしか置いてなくって、L サイズを着用させていただいたんですけど、かなり着丈も短めで、身幅も狭くて、それだけも結構短いので、こうちょっとチンチクリに見えるというか、まあ、それがね、もしかしたらユニクロ U ぴったりめで着てくださいねという狙いかもしれないんですけど、僕はあんまりこう今の気分的にぴったりで着るっていう気分ではないので、ワンサイズアップで購入させていただきました。よりね、カジュアルに着用したいときは 2XL サイズを着て、少しね、フォーマルで、綺麗めに見せたいようなシーンでこの XL サイズを着用して、シーンごとにサイズを変えて、楽しみたいなと思っております。こちらね、同じアイテムではあるんですけど、サイズを変えることによって全くね、別のアイテムに見えるっていうのがとても面白いですよね。このニットで価格3990円だったんですけど、まあね、T シャツにしては高い部類なんですが、僕はね、このアイテム3990円以上の価値あると思ってますし、素材感もめちゃめちゃいいですし、買って本当にね、一番満足したアイテムでした。じゃあね、どんどん次のアイテムを紹介していきたいと思います。次にご紹介するのが、こちらのユーティリティベストでございます。カラーは08ダークグレーで、サイズ L サイズ、価格は3990円でした。こちらも早速着ていきますね。はい、着用いたしました。いかがでしょうか。シャツはね、22AW のユニクロ U のシャツに、パンツはね、先ほども着用していた 23AW のワイドフィットチノを合わせております。僕が身長183センチの体重72キロ細身で L サイズ着用してるんですけども、見ていただいたら分かる通り、かなりね、タン丈です。めちゃくちゃね、短いんですよ。なので僕の適正サイズはもしかしたら XL サイズだったかもしれないんですが、オンラインではね、即完売してしまったんですよね。なので、ね、僕と似たような体型の人はこちら XL サイズで購入していたら正解だったのかなと思います。で、ルックでね、24SS のシャツにこのベストを合わせたね、ルックがあるんですけど、まあ、そういう着こなし方をしたいなと思って、僕もこのユーティリティベストを購入いたしました。前にこうバックルのね、ベルトがあったり、サイドにゴムがね、ついていたりと、かなりね、カジュアルなベストではあるんですけど、まあ、見た目もスッキリしていて、で、色味もダークグレーというところで、どこかね、こうシャツと合わせるとスタイリッシュに見えるのが不思議なアイテムなんですよね。で、僕ね、こうタックインのコーデっていうのはよく春夏するんですけど、まあ、このベストをね、取り入れることによって、そのタックインスタイルにこう新たなね、コーディネートが生まれるっていうのがものすごくいいなと思って、これからね、春夏のシーズンが来るのがワクワクするようなアイテムですね。素材はですね、表地が 96% ナイロンで 4% ポリエステルのキャンバス生地になっておりまして、裏がですね、メッシュ素材となっております。すべてね、化学繊維を使われた素材ではあるんですが、肌触りもすごくよくって、肉厚で高級感があっていい素材なんですよ。最初ね、買うつもりなかったんですけど、店頭でこれを実際に手に取って羽織った時に、あ、これ買いだわと思って買っちゃったんですよね。本当に最近のユニクロの化学繊維の素材を使ったアイテムって本当高見えしますし、こう河川っぽく見えないんですよね。天然素材風に見えるのが本当にすごいなと感動しております。価格3990円なんですけど、もしこれがね4990円でも僕は購入していたと思います。このアイテムのディティールの説明を少しさせていただきたいのですが、フロントにね6つポケットがあります。サイドに、まあ、手を突っ込むようぐらいのポケットが1つあるのと、あとフロントにね1つ2つと合計6つあるんですよね。で、この前の4つのポケットかなり深いので、もう本当に実用性もかなり高いかなと思います。で、このサイドから入れるポケットは、まあ、ちょっと僕の着ているベストがかなり短丈ということで、多分手を入れるようであまり使わないと思うんですが、
もしワンサイズアップで購入していたら、もう手も入れやすいですし、かなり実用的だったのかなと思います。でバッグにかなりでかいねポケットがついてるんですよ。まあかなり入れにくいと思うので、頻繁に出し入れするアイテムっていうのはここに入れないと思うんですけど、まあ、例えばね、あのカバンいらずでこのベストをカバン代わりとして着用してですね、自転車とか乗っている時、タオルとかペットボトルとかこの後ろのポケットに入れるのもありかなと思います。デザイン性が高いだけじゃなくて利便性もあるなんて最高のアイテムですよね。でね、先ほども説明したこのフロントがバックルの仕様となっていて、でサイドが、ゴムがついているので、このねギア感がねある感じも男心をくすぐられるんですよね。本当にこのアイテムもかなり満足しているんですけど、強いて言うなら XL サイズを着てみたかったなと思っております。はい、シャツとねパンツを、このベストと同じ08ダークグレーのカラーで合わせてみたのですが、いかがでしょうか。このシャツは 23SS のユニクロ U のシャツで、パンツも 23SS のユニクロ U のワイドフィットタック地の着用しております。先ほどは09ブラックの合わせで、まあ、ダークグレーでちょっとねこのダークグレーのベストが少しだけね浮いているような印象だったと思うんですが、このようにね同系色で合わせることによって微妙にね色味も違いますので、このベストをねあまり目立たせたくないんだという方は、過去作のねこういうアイテムとかと合わせるのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ダークグレーの、まあ、T シャツとかも展開されたりはしているんですけど、僕はどちらかというと今の気分はねシャツにタックインして、このちょっとねアウトドアテイストのあるベストを、着用してこうスタイリッシュにね、着たいという気分ですね。はい、次のアイテムが最後のアイテムとなります。そのアイテムがこちらのジップアップブルゾンでございます。カラーは72パープルというカラーで、サイズは 2XL サイズ、一番大きいサイズを選んでおります。価格は6990円でした。まあね、これも早速着用させていただきたいと思います。はい、着用いたしました。いかがでしょうか。素材はですねコットン 100% のスラブツイル素材で、製品染めされているのでちょっとね色ムラがあるんですよ。なのでかなりねカジュアルなジャケットとなっております。このね武骨な素材感めちゃくちゃ好きです。ジップはね、まあ、同系色の YKK のジップが使われているんですけど、まあ、同系色のジップにすることによってこのボディカラーと同じになるので、ちょっとねこの武骨なアイテムなんですけど、まあ、多少ねクリーンに見えるようになっているのかなと思いましたね。デザインと、まあ、ディティールのお話をさせていただきたいんですけど、まあ、この首にねボタンで開閉できるチンストラップがついております。このチンストラップがあることによって、ここジップをね上まで締めて襟を立てて、でここでねこう止めることによって、まあ、スタンドカラーでも着用できる仕様となっております。まあ、春ってね夜とかたまに冷え込んだりするじゃないですか。そういう時にスタンドカラーでね着ることによって首元が暖かくなってね寒さを少ししのげるんですよね。これ実用的ですごくいいディティールだなと思います。これ袖とね裾がねこうキュッとね絞られた感じになっているので、こう丸みがあって少し可愛いですし、僕が今 2XL サイズ一番大きいサイズで着ているんですけど、ここが絞られていなかったらかなり丈も長くなって袖もねもう多分指とか隠れるぐらい長くなっちゃうと思うんですよ。なんですけど絞られていることによってねここにね生地がね溜まってこうふわっとエアリーな感じで着れるので、オーバーサイズでも着用できる仕様となっております。やっぱり店舗には XL 以上のサイズは置いてなくて L サイズまでしか置いてなかったんですよ。 L サイズ僕試着したんですけど、まあ、かなりねもう短丈で、あの身幅もちょっとコンパクトなので、まあ、少しクリーンに着こなせるような印象だったんですよね。過去のユニクロ U のパンツとかと合わせるのであれば、そこまでガツンと太いシルエットのパンツとかユニクロ U リリースしてないので、マイサイズの L サイズでも良かったのかなと思うんですが、僕はね今オーラリーのかなり太めのチノパンとか合わせてるんですけど、まあ、こんな感じでこう太めのチノパンとかデニムに合わせたかったので、あえてこのオーバーサイズで着用してこう無骨に着こなしたいなと思ったので、
2XL サイズで購入させていただきました。このアイテムを見て僕のチャンネルをね普段から見てくださっている方は、新一そのカラーいったのかと思うかと思います。過去のユニクロ U の購入品紹介の動画とかでよくダークトーンのカラーを購入した方がいいと言っていたりとか、自分もダークトーンのカラー購入してるんですよ。それはなぜかというと、やっぱりダークトーンのカラーっていうのは毎回ユニクロ U で展開されているカラーですし、何より大人っぽくて合わせやすい、でトレンドにも左右されないんですよね。なのですごくおすすめだと言っているんですが、今回に関してはこのピンク寄りのねパープルカラーを選ばさせていただきました。春の爽やかさを感じたいなっていう風にも思っている気分でしたし、かなりねこのアイテムオーバーサイズで、素材もコットンスラブ素材なので無骨なアイテムなんですよ。で他のカラー、ブルー、ブラウン、ホワイトでしたかね、あるんですけど、どれもねやっぱりかなりカジュアルに見えるカラーなんですが、このパープルだけはね、この無骨なジップアップブルゾンを少しだけね爽やかな感じにしてくれるんですよ。で正直このシルエットとこのサイジングのこの素材のねアイテムって古着とか頑張って探せばあると思うんですけど、このカラーって多分ないなって思ったんですよね。以前こちらのね動画でご紹介したこちらの 990V2 のねサラヘベンバリーとのコラボアイテム、これもねかなり綺麗なピンク寄りのテラコッタ色なんですけど、まあ、これともね合わせたいなと思ってピンクに挑戦したというのもあるんですよね。僕の大好きなオーラリーのこのデニムがあるんですが、このね爽やかなブルーと爽やかなピンク寄りのパープルとね合わせるだけでも春を感じることができるんじゃないかなと思って、もう今からね春が来るのが本当に楽しみですね。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。まあ、ユニクロ U のコラボももう多分10年以上かな続いてると思うんですけど、この季節になるとね田舎住みの僕からしたら、普通のね田舎の店舗にこんなおしゃれなアイテムが置かれるっていうのは本当に心が躍ることなので、まあ、いつまでもこのコラボは続いてほしいなと思います。でね、コメント欄僕めちゃくちゃ見てますので、まあ、皆さんの購入したアイテムであったりとか動画の感想、ぜひコメント欄で教えてください。この動画を見てですね、ユニクロ U 最高だと思った方はぜひ高評価とチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それとインスタグラムもやっておりますので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。